はい、どうも、うみです。本日は、食べるというゲームをやっていこうと思います。BGM がめちゃくちゃいいね、これ。これ夜に聞くと絶対すぐ寝れるやつだ。<laughs> めちゃくちゃいい。で、えっと、これね、えー、食べるなんですけども、見た目めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。でも、ちょっとホラー気味なんですよね。ホラーゲームとは書かれていなかったんで、多分大丈夫だとは思うんですけども、まあね、とりあえずやっていきましょう。 はい。始めるでいいね。はい。おぉ。このゲームは流血用ゲーを、あ、はいはい。苦手な方はね、ちょっと、頑張ってください。あ <laughs>、なんだめっちゃドットだ。え、めっちゃ可愛い,いこれ。なんか、女の子めっちゃ怪我してたね。私のカッターナイフ。は、カッターナイフ。でかいね、カッターナイフ。私のテディベアあ。かわいい。めちゃ、テディベアとベッド、こんなに距離があるよ。なんで <laughs> めちゃくちゃショーシャルディスタンスしてる。お我はウサギの妖精、待つのでごわす。<laughs> え、なんか、かわいいんだけど、喋り方と見た目が合ってない。え、妖精の力が必要でごわすかえ妖精の力いらない。そうでごわすかえ、ちょっと待って。ちょっととりあえず、いらないって言った。僕の服。はいはい。え、じゃあ、必要でごわす。ちょっとうんって言ってみる。とりあえず、全部調べたんで。 あなるほどなるほど <laughs> そういうことねはいまたいつでもどうぞでごわすはいはいはいセーブしてくれるゴアすねありがとうありがとう待つのありがとうじゃあお、こっちって誰誰お母さんおああタイトル画面の男の子だあやっと来た全然出てこないから死んじゃったかと思った <laughs> ちょっと怖いねあでかいケしてるねどうしたんだろう ねえねえねえあっち行くんでしょ僕も一緒に行っていいいいよわーいどこ行くのおうあー一緒に来てるのかな今こっちあっちあっちとはどっちああこっちかこっちか、なるほど右側に行っていっぱい部屋があるねとりあえず見てみようお父さんお父さんの部屋え虐待されてるとかそういう感じかなこの女の子ビリビリに破かれた写真 家族みんな、うわちょっとあれか。何かが起こってるね、家族で。ビリビリに破かれた写真。若いお父さんとお母さんが写ってる。そう。夫婦仲かゴミ箱。中には他の破かれた写真が入ってる。はいはいはい。これ多分パパだよね。キャバクラ、キャバクラの名刺はなるほど。お父さんが出張の時にいつも使うキャリーバッグ。はいはい。 パパ、どうしためちゃくちゃ真っ黒だけど。もしもしああ、大丈夫だよ。来月までにはちゃんと離婚するから。ああ、浮気してるってわけか、不倫か。子供いやー、僕子供なんていないよ。いるいるいる今目の前にいるああ。ねえ、こいつ、食べてあげようか。そういうことね。そういうことね。食べる。え いいのかなえじゃあ食べてもらおうか了解それじゃあいただきますえ待ってめっちゃかわいいけどあー消えた消えた消えた食べるあの男の子は一体何者なんだろうほんとにどんどん食べてくれるんだね食べるってね普通にご飯かと思ったら <laughs> おおここもなかなか怖いねなんだこれは カップラーメンああ中身はスープだけはいお酒中身はカラお母さんかなここあ部屋見るの忘れてた包丁お薬うわお薬もう病んでるのが多分お母さんだと思われるけどあんたあああんたなんか産まなきゃよかった私の前から消えてねえこいつ食べてあげようか じゃあ、とりあえずみんな食べてもらおうか。了解。それじゃあ、いただきます。あ,あ、でもなんかあれだね。ちょっとグロテスク表現はないから、まあそこはよかった、まだ。お母さんだね。次は、兄弟かな。お兄ちゃん、ゆう。ゆうっていうのは私あ、でも私の部屋あっちだったから、妹かなんかかな。え、お兄ちゃんなんか、 なんか白くない <laughs> くしゃくしゃに丸められた大学の不合格通知なるほどうまくいかなかったねゴミ箱中には丸まめられたティッシュが何個か入ってるほうティッシュお兄ちゃんのベッドんな何何そのてんてんてんは <laughs> どういう感じをはい今日の夜うわっまたここに来いよもちろん母さんと父さんには言うなよ そういうことを性的暴力してるわけお兄ちゃんうわ最悪だそれねえこいつ食べてあげようかはいいやこれは食べてもらおうちょっとお兄ちゃんは許すマジですねはいえー、じゃあ次ゆうちゃんゆうくんちゃんあ私だあ私の部屋さっき別のとこだったよねあやっぱり私だゆうってクレヨンえなんかここ明るいね雰囲気積み木私の大好きな水色だし 私の似顔絵テンテン裏に何か書いてあるごめんねお姉ちゃんずっと大好きだよいや待ってやっぱり違うユウって妹なのかはっえっじゃあユウどこ行っちゃったの私とおそろいのテディベアえっ待ってもういないとかえ わた我はうさぎの寄席。ああ、ここにもいるんだね。はい。え、じゃあ、必要、ちょっとセーブしとこう。えどういうことだ妹だよね私の似顔絵。って、ずっと大好きだよ。えどこ行っちゃったのここだけ、ゆうちゃんだけいない。ゆうちゃん。あまだある。えまだあるクラス。はい。先生。友達。 SNS。はい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 。なるほど。うわー、なんか怖なにこれ顔どうなってんの机。机。はい。ここら辺一緒だね。私の机。うわい、なんかお花置かれてるじゃん。掃除ロッカー。最悪いじめ受けてたんだ。その髪型やっぱマジでかわいいで。私たち美容師の才能あるかも。キャッハッハハハ。何睨んでんだよ。 うわーなるほど。なんか髪の毛結構バラバラだもんね。なんかさ。そういうこと、女の子の命の髪の毛を。ねえ、こいつ食べてあげようか。うん、食べて。了解。いや、ちょっと最初食べることに戸惑いを感じてたけど、ちょっとね、こう、ここからは全然、あの、ためらいなくいけるかも。うわ、先生、真っ黒じゃん。見て見ぬふりしたんだね、多分。ここら辺は一緒かな掃除ろっか。はいはい。教託。じゃあ先生。 いいじめそんななのあるるわけないに決まってるだろうお前なそんなくだらないこと言ってる暇があったら少しは勉強したらどうだくだらなくない全くくだらなくない。はあこれは食べようねうん。いや本当に見てみぬふりも一緒だからね。はい友達。友達はうわ赤友達。えでも友達なんでしょ 友達のふりをされてたってこともううちのクラス来ないでって言ったでしょなるほど自分が標的になるかもしれないからってことかは別にあんたのこと友達とか思ったことないんですけどうーわ手のひら返し系ね食べようはいこの男の子は本当一体何なんだろうねはいじゃあ最後かな最後 SNS とりあえずこの部屋の最後うわ待ってこれスマホかなスマホ これがゲーム。ゲーム機。パソコン。あー、ちょっと回ってしまった。テレビ。はいはい。で、これは、あれか。匿名の誰かっていうこと。闇アピオッツ。そういうのマジ、あー、あれか。今の現状、まあ SNS とかでつぶやいてたのかなしたら闇をアピオッツという。あー、これ、ねそういうことじゃないんだよね。 それな、本当に辛い人の気持ち考えたことあるのかな、はあ、今この現状ね、目の前にいるんですけどね。こいつら食べてあげようか。まあ、SNS って何が正しいかね、間違ってるかがわからないから一番難しいところもあるけど、うん、匿名でなもうね、何でもかんでも言っていいわけじゃない。はい、食べよう。それじゃあいただきます。はい、食べ終わりましたね。まだあるのかな あとあったあと一つ私戻ってきた戻ってきたあかすれて読めないあまだあるんじゃねじゃあじゃあとりあえず私入ってみようびっくりしたはいはいはいえちょっと怖っテディベアなんで、ね、赤くなってんのリストカットカッターナイフあ待つのつのありがとうありがとう あ同じとこ整備してしまったまあ、いいや <laughs> 待つのはいあ髪の毛両方ツインテールになってる髪の毛も揃ってるねまだいじめられる前か大丈夫大丈夫だよ大丈夫大丈夫だあどんどんちょっと表情がこわばってる大丈夫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  大丈夫。あ。変わらなくなったわ。大丈夫。どんどん暗くなってる。平気だよ。大丈夫うん。真っ黒になっちゃった。ああいや、もう大丈夫なわけないもんね、この部屋から見て。もう、もう無理。ねえ。 私を食べるのあでも食べて楽になる過去の私をえでもとりあえず全部食べるって決めたんで食べてみよっかでもまだ私はここにいるもんね今のはいじゃあまだかすれて文字が読めない部屋があったんでこっち行きましょうあれこれ誰だっけあ僕かあ僕がいる私あなたのこと嫌いじゃあ 食べていいよ。今度は私が食べる番。え、この男の子でもなんか助けてくれてるっぽいよね。え、でももう選択肢が食べるしかない。食べよう。はっないフォークを渡して。なんで私ってこうなんだろうあ、あ、待って待って。すっごい早かったからよく見れなかったけど。えっ、なんか ED。 自己嫌悪みたいいたいいな書てよ、ね、うわこれいいエンディングが2つあるみたいなんでじゃあちょっともう1個回収してみましょうあれあここかすれて読めないって部屋だよねあここさっきさあの男の子いたんですけど女の子自分になってるあの全部、えー、お母さんとかお父さんも友達も先生も食べないを選択してみたんですよ全員そしたらちょっと変わってますねこれじゃあやっていきましょうはい 私がいるバカで嘘つきで汚くて臆病で間抜けで泣き虫でどこまでも救いようがなくて生きてる価値もない私そんなことない本当にねえ大丈夫てんてん食べてえうわ最後にこの選択肢しかない食べる分かったじゃあ食べるね ババイ,バイ私あ自己防衛食べるありがとうございますなんかいやこちらこそ本当にありがとうございます終わったあおまけができてるちょっと待ってこれいろいろマジで考察しないとちょ難しい話だけどちょっととりあえずおまけ見ましょうおまけいきますか行くはいはいじゃあ見れるんだねこれ私です 私について聞きたいですか聞く私は明るい女の子でしためちゃくちゃ可愛い私のお父さんは昔から若い女の子が好きでしょっちゅう不倫をしていましたあーだねキャバクラの名刺がいっぱいあったもんねしかしある日お父さんの不倫に気づいたお母さんは怒りそれから私に暴力を振るようになりました怒りの矛先が娘になってしまったのか 多分お母さんには私とお父さんの浮気相手が重なって見えてたんだと思います。そして兄は大学受験に失敗し、それから私に毎日毎日最低なことをしました。そんな私の唯一の心の支えはウでした。ウの迎えは私がしてました。その日の放課後もまた幼稚園へ向かいました。うわー、ウちゃん、そのウちゃんがまさか。 私の顔を見て喜んで幼稚園から飛び出してきたユウは居眠り運転をしていた車のせいで私の目の前で死にましたうわ事故か超最悪じゃんこれそうして私の心は急速に病んでいきました一番のね味方のユウちゃんだったからね学校ではいきなり病んでいった私を不気味に思ったのか滑稽と思ったのかクラスメートによるいじめが始まりました 先生に相談をしてもただただ目を背けられました友達だと思っていた子にも裏切られました SNS で相談をしても信じてすらもらえませんでしたもう私はどうすればいいのか分かりませんでしたそして私は次第に自分にもっと力があれば自分がもっと強ければ自分が女じゃなければと思うようになりました なるほどあの男の子と思ってたのはこの女の子主人公ちゃんだったんだ私そして私は僕になることを決意しましたなるほどじゃあ私が最初にみんな食べていってたのは自分であの復讐してたみたいな感じなのかなはあなるほどありがとうございます聞かないここであはいじゃあ出る 最後に至らぬ点も多かったとは思いますか少しでも。いや、楽しんでいただけたなら幸いです。ここまでプレイしていただき、本当にありがとうございました。こちらこそ、本当にありがとうございました。いや、これすっごいね。いや、考えさせられるのももちろんなんですけど、うん。え、ゆうちゃんが本当に、ゆうちゃんの死が一番のあれだったね。こう、分岐点というか、多分ゆうちゃんさえまだ生きていれば、 えー、このね主人公ちゃんもな,なんとか心をねやまずに進めたのかなとは思うんですけどうわつらいなこれでも時効だしねこればっかりはしょうがないって思っちゃいけないけどしょうがないし2つ目のエンディングの「私を食べる」っていう選択肢はあれ多分あれだよねこの今の自分の男の子になった僕を受け入れる ってことで食べたのかなって私は思ったんですけど、まあいろいろまた解釈があるのかなって思いますね。はい。皆さんもぜひ、いろいろね、思ったことあったらい、コメント欄にね、書いてみてください。では、今回はここまでにしようと思います。最後まで見てくださり、ありがとうございました。